はい、皆様こんにちは。ホスピタリティコンサルタントの船坂光弘です。このチャンネルではサービス業で頑張っているあなたを応援するビジネスメソッドをお送りさせていただいております。ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今日のテーマはこちらです。ウェルビーイング経営とホスピタリティの関係とは、お金視点の経営から幸せ視点の経営への転換です。この動画を最後までご覧いただくと、ウェルビーイングとは何か、これからの時代に求められるお金視点の経営ではなく幸せ視点の経営の重要性がわかりますので、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録をお願いいたします。さあ、人は突然ですが何のために生きるのでしょうか。はい、人生の目的とは何なのでしょうか。まあ、こんなことを考えたことは、まあ、誰しも一度はあるのではないでしょうか。はい、この人生の目的といったテーマはですね、このさまざまな書籍によるとですね、表現は多少違えど幸せになることを人は目的に生きていると書いてあるものが多いというふうに私は感じております。まあ、そもそもこの幸せの語源というのはですね、幸せる、なるプラス合わせるの名詞形として室町時代に生まれた言葉なんだそうです。本来巡り合わせの意味でですね、幸せが良いっていうのは、これは巡り合わせが良い、幸せが悪いっていうのは巡り合わせが悪いと評価語を伴って用いられていたようなんですね。それがですね、この江戸時代以降になって、幸せのみでこの幸運な事態を表すようなことになったそうです。一方、最近よく耳にするようになったウェルビーイングという言葉ですね。このウェルビーイングとは、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念で、幸福と翻訳されることも多い言葉です。この世界保健機構 WHO の検証の全文では、健康とは病気ではないとか弱っていないということではなくてですね、肉体的にも精神的にも、そして社会的にも全てが満たされた状態、ウェルビーイングにあるというふうにされております。したがってですね、幸せは良いことの巡り合わせがあることであり、幸運な事態を訪れること、幸運な事態が訪れること、ウェルビーイングというのは肉体的、精神的、社会的全てにおいて満たされた状態を意味します。つまり幸せは巡り合わせがあるかどうかといった、この運次第といった外的要因による要素が強く、ウェルビーイングというのはですね、自分の努力で満たすことができるといった違いがあるんです。しかし、そうは言っても幸せもウェルビーイングもですね、人間として生きる上で肉体的にも精神的にも満たされた状態という点では共通しております。そんな中で最近注目を浴びているのがこのウェルビーイング経営。従業員の心身が健康で社会的にも満たされた状態にあることは、企業活動に良い影響を与えるという考えのもと、その取り組みは世界的にも広がってきています。その背景としては大きく2つ考えられるんですね。まず1つ目が慢性的な人手不足からです。少子高齢化や労働人口の減少などでですね、こういった理由で人員確保が厳しくなっていく中、企業として従業員のウェルビーイングを追求して叶えるということはですね、従業員満足度やエンゲージメントの向上につながり、離職の低下、やる気アップによる生産性向上につながっていきます。そしてもう一つが人々の働く意味の変化です。以前は働く意味というのはですね、給料を稼ぐため、生活をするために辛い仕事を我慢してやるといった意味付けで働いていました。もちろんこの生活をするために仕事をするというのは今でも変わりませんが、それはあくまでも手段であり、これからの仕事をする目的はやりがいや世の中への貢献、自己実現といったものに変わりつつあります。その上で従業員のウェルビーイングを追求することはですね、これからの時代における従業員の働く目的を実現する上で重要なファクターとなります。このようなことから、これまでの自己犠牲の伴うお金視点の経営からですね、
従業員のウェルビーイングを目指す、幸せ視点の経営を目指すことにより、心身ともに健康で仕事に熱意を持つ社員が増え、生産性の向上、離職防止、企業価値の向上などの効果が期待できます。それではどのようにすればこのウェルビーイング経営というのはですね、実現するのでしょうか。このウェルビーイング経営というのはですね、ポジティブ感情、仕事が楽しいということですね。エンゲージメント、職場環境が良い、自社を愛せる、あと関係性、従業員同士の関係性が良い、意味、仕事にやりがいを感じる、達成、仕事に達成感がある、このような5つの領域で構成されると言われています。これらを満たすことでウェルビーイング経営が叶うことになるのですが、これも含めて私が大切だと思うのが企業内へのホスピタリティの共通価値化です。ホスピタリティというとお客様へのおもてなしや厚遇をイメージしがちですが、実は全ての人間関係に介在します。このホスピタリティの定義というのはですね、相互満足しうる、対等になるにふさわしい相関関係を築くための人倫と日本ホスピタリティ推進協会は定義しております。つまり従業員同士、会社と従業員の相互満足を満たし、会社と従業員が主従関係ではなく対等、つまりパートナーとして会社も従業員もウィンウィンとなる、関係性を築くことを意味しているんです。具体的には社内の仲間同士の尊重や承認をベースとした思いやりや気遣い、おもてなしといったホスピタリティを高めることが従業員同士の関係性を高め、ポジティブ感情やエンゲージメントにもつながります。またホスピタリティは他者への貢献による自分自身の喜びを意味します。顧客への貢献が自分の喜び、つまり仕事の意味付けとなり、このような意識で仕事に向き合うことで達成感にもつながります。このようにホスピタリティの考え方や価値観をマネジメントのベースとすることで、ウェルビーイング経営の5つの要素を満たして従業員のウェルビーイングを引き寄せることを可能にします。ザ・ホスピタリティチームではウェルビーイング経営に関する、ウェルビーイング経営に向けたコンサルティングや研修のサービスを提供しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。またこの度オンラインオンデマンド研修コンテンツも始めました。いつでもどこでも一人でも学べる研修コンテンツです。詳しくは概要欄をご覧いただきたいと思います。さあ、いかがでしたでしょうか。この動画が役に立ったなと思われた方はぜひ高評価のボタンをお願いいたします。またこれから、このチャンネルではこれからもサービス業で頑張っている皆様を応援するビジネスメソッドを毎週お送りしてまいりますので、チャンネル登録していただけますととても励みになります。そしてザ・ホスピタリティチームではサービス業の課題を解決する研修やセミナー、コンサルティング、講演のサービスを提供しておりますので、よろしければ概要欄をご覧いただきたいと思います。また私の新刊著書、接客サービス業のリーダーにとって一番大切なこと、PHP 研究所より発刊されております。そちらも概要欄をご覧いただければと思います。それでは最後に、今日もあなたの笑顔でお客様を笑顔にして貢献を喜びに変えるこのホスピタリティでですね、輝きのある一日をお過ごしいただきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。